バッターボックスの中島は4年目の21歳。昨年初めて1軍での試合を経験しましたが、8試合に出場、わずか1打席のみという成績です。今日明日でオープン戦終わって、そして来週金曜日開幕ということになるんですが、イースターの方はもう少し試合の予定がありまして、栗山監督も、来週の火曜日まで、こちらの鎌ヶ谷であるゲームを見てから、札幌に戻るという話をしていました。そうですね、はい、やはり明日、試合ありますよね。月曜日休みだと思うんですよ、はい、それを見ていくんじゃないかな、月かというふうに、月曜日は試合あるんですかね、イースタンはね。それだけこうギリギリまで下の方も見て、見極めるということですが、さあその中島の当たりは三塁線、しかしこれは石峰が左寄りに守っていました。シングルヒット、ノーアウトランナー一塁です。自信持ちますよ、ああいう打ち方するってことは。はい、荒川から打ったというのはね、ものすごい中島ですからね、自信が、つくと思うんですよね。はい、今も荒川からすると高めに入りましたが、はい、今のこのバッティング、うまいです、うまく打ちましたよ、はい、全然こう軽打ですからね、はい、帝京高校の出身で、昨シーズン、今お話した、失礼しました、昨シーズンですけれども、福岡工業の出身で、昨シーズン8試合のみの、出場ということにはなったんですが、同じ福岡出身ですと、まさにこの田中健介、はい、バッターボックスの田中がいますので、本人もいずれはこの田中と二遊間を組んでみたいなんていう夢も話していましたけれどもね。ピッチャーはブルペンもいっぱいいますからね、今日ヒット1本を放っています中島。打たれた中島にものすごく悪いよ、自信を持たれますからね。ここまでは中島自身はかなりこういい印象を今日はここまで持ってるでしょうからね、はい、そうですね。2アウト3塁1塁です。スライダーから入りました。いいコースですよね、アウトコースで。左バッターはね、あそこは最初から打ちに行かないと思うんですよ、狙ってる以外は、狙ってなかったらね。今度はまっすぐ、嫌な打ち、あのバッターなんですよ、反対方向、はい、反対方向ばっかりでしょ、はい、本当にこう逆らわずという感じですよね、はい、そうなんですよ。カウントはノーボールツーストライク。このベテラン金子誠、まだちょっとこの復帰までに時間がかかるというときに、この若手、いやいいですよね、本人にとっては大きなチャンスです。いや本当ですよ。外コーナーいっぱいですが、ボールですか。唐川も自信を持って投げ込んだというようなボールです、さあ投球4球目、さあ次バッテリー投げるとすればどうでしょう。変化球かなと思うんですけど、はい、それかインコースですかね、インコースだったら三遊間持っていく可能性ありますよね。こっちに構えるファーストランナーが走る、センターへの当たり、センターの前に落ちる、タイムリーヒットになりました。ファイターズ逆転です。自信持ちますよこれ。中島今日2本のヒット、うち1本が貴重な勝ち越しタイムリーになりました。